皆さんこんにちは。こんにちは、今日はスローフォックストロットのバウンスファラウェイについて説明したいと思います。早速行ってみましょう。0,2,3,4 スロー and quick, 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 slow 0,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2。 はい、一度踊らせていただきました。今回ご紹介するバウンスファラウェイですね。多くの方はバウンスというと思うんですけども、正式名称がバウンスファラウェイ with weave ending という名前になります。先ほどお見せした、weave ending ですね、フィニッシュするところまでが、正式な足型になります。ただ、バウンスファラウェイが終わった後、多くの方はタンブルターンとか、別のフィガーに入っていると思うんですね。もちろん、ウィーブエンディング、フィニッシュに入ることもできるんですけども、今回はですね、そのバウンスファラウェイが終わった後、そのウィーブエンディング、フィニッシュに行くのか、タンブルターンに行くのか、また他のフィガーに入っていくのかというのは、そのバウンスファラウェイの終わりましたよっていう行為がとても重要になってくると思いますので、今回はそこの動き方ですね、体の使い方、そしてエクササイズみたいなのもご紹介したいと思います。まずはじめに、よくある症状をご紹介したいと思います。0,2,3,4 1,2,3,4というふうに、なんとなく男性からすると女性が先に行っているような気がする。こういう症状が一つ。0,2,3,4 1,2,3,4。どうだった？よかった。めっちゃ似てた。0,2,3,4 1,2,3,4。というふうに男性が女性を巻き込んでしまうっていう症状があると思います。0,2,3,4 1,2,3,4。はい、今のように、女性が先に行ってしまう、男性がこう引っ張られるとか、男性が、主導権を握りすぎて女性を巻き込ませてしまうっていうパターンがよくあると思うんですね。で、今回皆さんにご紹介したいのは、バウンスファラウェイが終わった後のポジションの理解と、それをクリアにするための女性側にあるんですけども、エクササイズになります。この2点をやっていきたいと思うので、よかったら見ていてください。はい、それではまず1つ目、ポジションですね。このバウンスファラウェイというのは、まあ皆さん名前の通り、バウンスですね、バウンドする行為と、フォールアウェイというのをやらなきゃいけないです。フォールアウェイですね。フォールアウェイっていうのは、PP の状態で後ろに下がることをフォールアウェイとダンス用語では言っています。なので今であれば PP になった状態で後ろに下がることをフォールアウェイですね。もう一度いきますね。 PP の状態で後ろに下がる行為をフォールアウェイ。このフォールアウェイの状態でバウンドする行為、はい、これがバウンスファラウェイになります。はい、今の、行為ですね、動きがバウンスファラウェイになります。バウンスファラウェイ、何回バウンドすればいいのっていうと、2回か1回になります。2回か1回です。最近の踊りとしては1回が多いですね。言葉で言うと、まあ1,2,3,4スロー and quick quick でもいいんですけども、最初目の1歩目の足が高くなる人が多いです。
1,2,3,4 というふうに2回バウンドする人と、いやいやそうじゃなく1,2,3,4というふうに1回だけ後半のバウンスを入れる人がいます。これはどちらでも大丈夫です。ただ1回目のこの1,2,3,4って2回バウンドすると、まあ言い方変ですけど、あ、昔の踊りの人なんだなというふうに思われやすいので、最近の主流といいますか、最近よく使われるのは低く低く高く低くというふうに踊る方のバウンスになるので、まあ2つできて悪いことはないと思うので、もしよかったら練習してみてください。はい、それでは、このバウンスファラウェイの終わりですね、場所で言うと3と4のカウントになります。1,2,3,4 ですね。高いところと低いところ、ここの、ポジションというのがポイントなんですけども、気をつけていただきたいのは、皆さんクローズから多くの方はスタートしますよね。ここから、スローエンド、次足をお互いに後ろにかけた、これがフォールアウェイの準備になりますね。ここから乗り越えて次4になるときに、この体が分かりますかね、 PP なのかクローズなのか分からないっていう人が多いんですね。もう一度やってみます。0,2,3,4 スロー and quick quick、 はい、こういう形になります。女性のネックは右にしようが左に返そうが、これは自由でいいんですけども、男性が気になるのはこのボディですね、ポジションになります。この3から4ですね、3、4で着地した時っていうのは、男性からするとクローズになっているととても助かります。しっかりとクローズになっているとその後の後続フィガーがやりやすくなるので、女性はですね、特にポジションのチェンジっていうのを気をつけてください。なので、やっていただきたいのはスローエンドクイック、はい、ここで今フォールアウェイになりました。ここから4歩目に入るときに PP のポジション、フォールアウェイのポジションからしっかりとクローズになってあげて着地をしてあげる、これが重要になってきます。もう一度やってみます。せーの、スロー and quick、 そして着地クイックですね。はい、今のように、フォールアウェイが終わりましたよという行為、しっかりと女性であればクローズになってあげるっていうのがポイントになります。なのでおすすめするカウントとしては、 1,2,3,4 だけではなくて 1,2,3 と4というように、3歩目と4歩目の間にエンドカウントを入れることで、しっかりとクローズになりましたよっていうのを見せてあげると、男性はとても踊りやすいと思うのでやってみてください。0,2,3,4、1,2,3,4、0,2,3,4、1,2,3と4。はい、続きまして、このバウンスファラウェイの終わりましたよというクローズする行為ですね。これは基本的には女性がやらなきゃいけない行為になります。もちろん男性もやっていいよっていうきっかけのリードはあるんですけども、一番メインになるのは女性になります。で、女性はどういうエクササイズをすればいいかというと、右足に立っていただいて、左足をこのようにフリーにします。この状態から左足を前に出して、ここから半円を描いて、ちょっとロンデみたいに円を描きます。そして前に持ってくる。半円描いて前に持ってくる。半円描いて前に持ってくる。はい。この練習をしてください。で、そんなに難しくはないんですけども、今なぜ難しくないかというと、立っている側の足がベタ足なんですよね。しっかりと、こう、足がフラットについた状態でやっているので、多少のブレは少ないと思うんですね。でも、今回のこのバウンスファラウェイの終わりというのは、ライズしている状態で、そのクローズにならなきゃいけないので、女性は右足でライズした状態で、この高さをできるだけキープしたまま、前の状態から回す、
前の状態から回す、前に出して回す、はい、この動きをやりやすくなるまで練習してください。この動きが何が必要かというと、これが最終的に、皆さん聞いたことあると思うんですけど、ブラッシュという行為になります。ブラッシュですね、足を、まあ、シンプルに言うと揃えるってことですね。このように一瞬足をこういう揃えるような行為がこのバウンスファラウェイの後半に入っていますよってことがポイントになります。一度お見せしたいと思います。バウンスに入りますね。ここからスローエンドクイック、ここから多くの人は PP からファラウェイポジションからクローズになるときにしっかりクローズできてますよっていうのはやるんですけども、最終的にこちらの左足がずっと出っ放しになっているとちょっとかっこ悪くなってしまうので、先ほどのこのエクササイズですね、前から回すっていう行為を入れてあげるとスローエンドクイックとクイックという形になります。今大げさに見せてますけど、感覚的には本当これぐらいやっちゃった方が女性は足元が綺麗に見えると思います。0、2、3、4、スローエンドクイックとクイック。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はスローフォックストロットのバウンスファラウェイについて説明させていただきました。ポイントになってくるのはポジションがしっかりと変わりますよっていうのが一つ、そしてエクササイズですね、ブラッシュっていう行為を入れてあげると足元が綺麗になるので女性は練習してみてください。それでは皆さん頑張ってください。